プリンです。本日なんですけど、星を紡ぐ精霊フェス続きというか先週の続き聞いていきたいと思います。現状星ならハイビスカス1体、アジサイ0を、ダリア2となってます。で、確定ガチャもね買ってきてますので引いていきたいんですけど、とりあえずこれから行こうかな。1200円ぐらいのやつから、行きたいと思います。で、ハイビスカスがねもう最強らしいからもう1体欲しいんだよね。さあどうだ。いや渋い渋いねこれ買うよかったかな。で、星7確定ですね。ここがね一番大事。ここでハイビスカスを引いておきたい。頼む。ダリアが一番渋い。これはまさかダリアでした。ということで、今回62回引いていきたいと思います。で、1.5% だったと思うので、まあ引ける可能性はそこそこあるって感じですね。ちなみに、キノコだけ1体しかいなくて、星6とかで言うと、他のやつはすでに2体以上いるので、まあそんなには、出なくてもいいかなといった感じですね。はい。ほんとハイビスカス来てほしい。てかどうしよう。ほんとどうしよう。ここで、今確定でハイビスカスかアジサイが出てほしかったんですよ。てかもう出ると思ってたわ。いやー、買い先がね、悪いな。でさ、ガチャ動画さ、まあ結構、過去上げてきて、まあガチャ動画って再生数がね、まあ登録者が僕今70人しかいないんですけど、まあもちろん70人の方にはね、感謝してるんですけど、それでもね、再生数がね、結構伸びやすいんですよ。まあ伸びやすいと言っても僕の中ではなんですけど、ただね、低評価もつきやすいですね、ガチャ動画。めちゃくちゃ悲しい。なんか、いい引きしてると特に、低評価引きやすいんだけど、そんなに良くない引きでも、低評価がついていて、まあ、もしかしたら多分動画のクオリティの問題がね、もちろんあるかなと思うんですけど、まあ、できれば高評価が欲しい。やっぱね、高評価もらえるとね、モチベーションがね、ぐっと上がるわけですよ。まあ、そんなこと言ってるうちにね、魔法石結構なくなってきたな、早くも。どうしよう。ハイビスカスがね、最強らしいから、っていうかさ、ヨウくんとかってまだおるんか、ガチャの中に。懐かしい。懐かしくないっすか、これ。いつのだろう。なんだっけ、今のガチャ。消えちゃったな。ダイヤ来い。オッケー。来い。いやー、ほんとにさ、ハイビスカスがとにかく強いらしいと。もうなんか、ツイッターはハイビスカスで裏窓もしくは飛行場みたいなツイートがめちゃくちゃ流れてきていて、だからハイビスカスがね1体しかいないことで、なんかまだ使わずにキープしてきちゃったんですよね。キープというか2体出たら使っていこうと。ただ出ないんですわ2体目が。本当に欲しいハイビスカスで、あれさえ見てたら欲しいんだよね。ただまあこのガチャばっかり引いてられないからっていうのもあるんですよね。できればここで出てほしいんだよな。であとはそのベニテングだけがね1体しかいないんで、ベニテングだけが欲しいっていうとこですかね。で今回のガチャで言うと、お金欲しいやつはまあそんなにいないんだよね。この前までだったらさ、最強のノーティラスとかも出たんだけど、そう考えると今週はちょっと引くのは渋いかなっていう感じも受けるよね。引くんだけどね。てかダイヤ結構出るけど、まあ出ないと星なら。あーもうほんとどうしよう。めちゃくちゃ怖い。ライダー。ちなみに一応、ここまで、なんだっけ、無料分のやつとか、あと今やってる、ガチャドラのやつとかも引いたんですけど、星、7じゃないや、引けてないんですよね。全部引き終わっちゃってるんですよ。もうこの魔法石で引くガチャしかない。で、ジューンブライドは発表されたんですけど、まあ、スルーしようかなと思ってますね。エスカバレがね、ちょっと強くなってます。動いたけどな、これノーチラスが入ってるやつがノーチラスだったかもしれないと考えると、ちょっと悲しい。かっこいい。ベニティングだけ来ました。ベニティングだけね、これかわいいっすよ、進化後。
一番可愛い。はい。どうしようかな。本当にさ、ハイビスカスあれさ、一体好きんだけどさ、お、アテン。アテンさ、あれ。なんか昔一体しか持ってなかったけど、気づいたら今もたくさん持ってたわ。当時一番強い時一体しか、アテン。当時強い時一体しか持ってなかったけど、今気づいたらそんなにいるわ。10体おるわ。あー、石が200切っている。どうしよう、ほんと。ほんとどうしようって感じ。なんだっけ、ジューンブライドで言うと、まあ、そんなにさ、なんだろう、絶対欲しいみたいのは今んとこいないように感じたんだけど、どうなんですかね。そんなに見てないんだよね、まだ。ただ、エスカマリが、まあ、エスカマリめっちゃ好きなんですけど、エスカマリが強くなったのは、まあ、ちょっと確認して、使いたいんだけどさ、マシン縛りになっちゃうから、なんかいるかな。で、多分エスカマリは確か、ちょっと待って、ね、ページを見ながら、行こうかな。エスカマリの強化内容は、どっか書いてあるかな。進化情報じゃあ、能力調整、これかな。あれ、違う。これか。詳細こちらで、開けないですね。画像が読み込まれた、あ、読み込まれた、はいはいはい。マシンリーダーっていうが、あ、やべえ、キンニン来た。キンニン可愛くないですか。エスカマリのリー、まあ、その光エスカマリのリーダースキルが、神タイプに5倍かかるのか。神マシンの HP2.5 倍で攻撃3倍、実況化ドロップ5個進めて消した属性の攻撃8倍で、HP2.5 倍の倍率24倍というところで、まあ、ワンチャン活躍できんのかな。バインド耐性ないのか。光努力はめちゃくちゃあって、ただまあ経験ついてないから何かと組み合わせたいんだよね。赤アテン、アテンめっちゃ出ますよ。何かと組み合わせたいけど何かいいのいるかな、相性いいやつ。経験ありつつ、できればリーダースキルで追い打ちもついてると嬉しいんだけど、なんか相性いいやついますかね。ちなみに、ドットエスカマリは、ドットのみでチームを組まないと強くなれないから、ちょっと微妙かな。ドットなんかいるかな、強いやつ。鉄拳。鉄拳、ダンタリオですね。あとさ、なんだっけ、このガチャって、あ、シェアとシェアと、シェアとはどう？シェアとは、神とマシンタイプ、HP2 倍、攻撃3倍、光2コンボ軽減、攻撃力5倍、3コンボ加算、光6個が必要になっちゃうのか、それもどうかなって感じだよね。てかさ、星なら出ないね。あー、どうしよう。きついな。魔法石が100個切ろうとしている。シェアともちょっとどうかな。でもシェアとは突撃できるし、自分のスキルで光じゃないや、回復防護作れるから、まあ、ここはね、ワンチャン。あるってあるけど、まあでもエスカマリと組ませるほどではないよな。オペニティングだけ。あ、違った、ごめん。シェアと進化前やって、今ね。進化後シェアとがいて、進化後シェアとは、神とマシンタイプね、地味で6倍、で攻撃6倍、光2コンボで3、攻撃力3倍、固定500万って、これシェアとシェアと言うね。マジか、エスカマリ使いたいんだけど、シェアとか、またアテン来た。アテン持ってくるやん。やば。で、これさ、あ、シェアとシェアとで組んだらちょっと面白そうじゃない？ HP 高いし、軽減あるし、追撃あるしで。シェアと何体持ってたっけな？ちょっと後で見とこう。で、ライジンさんはですね、持ち込んなしで多色か、これは使わないかな。雷神は。で、ルシャーナは、また死んだ方がいいか、ルシャーナは。ルシャーナも使わなそうだな、リーダーとかでは。ハグとしてはわかんないけど。てかガチャやべえな。あれ、ガチャやばくね？嘘だろ。シェアと来た。このシェアとじゃないんで。ガチャやばくね。冷静に。こっちなら全然出ない。
いやーマジかー、ベニティングだけ、ベニティングだけも十分もう、あ、ゼラとかもいたね。ゼラゼラゼラは一旦の間に使い属性の全パラ 1.6 倍、操作時間4秒延長、光2コンボ以上で半減、攻撃は100コンボ加算。半減はついているけど、1.6 倍。4秒延長は今そんなにいらんのよな。リーダースキルは2ターンの遅延が追加されているけど、そんなに使わなそうだね。ちなみに武器は？武器は、何が増えてんだ、バインド耐性が追加されたのか。そんなにね、使わなそう。あ、ロシアはロシア。あ、ロシアなんかさ、その軽減、スキルに軽減ついてて、それが倍率によっては 10% とかね、一気に耐性。まあ、使わないかな、リーダーとしては。あ、ちょっと武器あったっけ、ロシア武器あるか。武器は S 級強化2個追加されている。悪くはないけど使わないな。今イザナギとかは使わないやろ、きっと。エスカワリと組み合わせるにはどうかな。シェアとシェアとがちょっと面白そう。っていうかさ、だってそんなこと言ってる場合じゃないわ。え、星7出てないよね、確定以外で。めちゃくちゃつれ、マジか。バクシか、来い来い来い、おい、やばいぞ、シンプルにやばい。もうつい。いやーでもどうしよっかな。誰やだっけ、もう名前わかんなくなっちゃった。あいつみたいにいないとさ、今後支障出るよな。最強キャラだもんね、現状多分。使ったことないから知らんけどさ。はい、ということで引き終わっちゃいましたね。これはやらかしたんじゃないか。やらかしたね。引き抜いとくか。ダリアがこれか。ハイビスカスかもしれんか。いやーきつかった。まあまあしゃーなしだね。もう一回ぐらい探求していったらいいかな。まだ期間あるからね。もう一回ぐらいしていったらいい。7月いったからもうちょっと期間あるもんね。今月いっぱいあるわ。もう一回後で引こうかな。ちょっと、いないとやばそうだからね。辛いけど。はい、あ、そう、シェアと何体いるから決めときますか。シェアと、あ、シェアと3体いたわ。進化しねえけど。はい、ということで、ここまでね、見ていただきありがとうございました。はい、ちょっともうテンションだだ下がりですが、まあよかったらね、ちょっと元気をもらうために、高評価チャンネル登録していただけたら嬉しいです。はい、ということでありがとうございました。バイバイ。